じゃあこれで全ての議題は終了だな。いやさすがだな。これだけの議題をものの数時間で解決してしまうとは。この顔ぶれだ。当然の結果だろ。洞窟のアドルフをはじめとして、うん、それにエイリスのセイラ、はい、ガメリカ若草会のキャロルさん、はい、ソビエトのカテーリンさん、あ、日本のミカドさん、はいはい、東郷長官、ツヨポンはまあいいとして、まさに創造たるメンバーだもんね。しかしこうして各国トップが集まって会議をするようになるとはな。確かに少し前までは想像もしていませんでした。しかも温泉宿、ものすっごく古臭い田舎でね。いいところだろ。ありとあらゆるツテをたぐって予約したんだぞ。そのツテってもしかしなくても女の子でしょ。東郷はいつもモテモテですね。私鼻が高いです。海軍本部の大改修が終わるまでの数日間、窮屈だろうが休暇も兼ねてゆっくりするといい。温泉、温泉か。ねえ、せっかくだから一緒にお風呂でも入ろうか。あ、いっちゃん、なんと刺激的な誘惑だ。もう本気にしてないでしょ。違う言い方の方がいいのかな。だったらイイ様、兄くん、兄に言ってて恥ずかしくならないか。少しは動揺しなさいよ。お前がそういう言い方をするときは何か裏がある時だな。何が狙いだ。バレちゃった。実はこっそりワッシー呼んじゃったんだよね。せっかくだから浴衣見せようかと思ってさ。その後うまく進行しているようで安心した。からかわないでよね、嫌なやつ。よかったね、キャロルおばさん。違うのよ、ほんと違うんだから。せっかくですもんね、好きな人に浴衣見せたいですよね。好きな人ん、どうした、みんなこっちを見て。東郷、少し目を閉じて耳を塞いでくれ。内緒話か。構わんが、ついでに浴衣の帯で顔を縛ってっと。よし、これでいい。今のうちに作戦会議をしましょう。どうせ考えていることはみんな同じでしょ。そうですね。まあ最近は激務激務で休みがなかったからな。ここにいるみんな東郷とイチャイチャする時間は減っているはずだ。東郷が6人に分裂してくれるといいんですけど。6人もお父さんがいたらマキどうしていいか分からなくなっちゃうよ。だったら公正な競争をしませんか。競争？ルールは一つ、東郷に知られずに東郷の方から一緒にお風呂に入ろうと誘わせること。それなら全員条件は同じ。別にどうでもいいけど、みんなで競うなら勝ちたいかも。はいはい、じゃあジャッジは私がするわ。私別にツヨポンとラブラブなんかしなくていいし。ワッシーとやらが来るんじゃないのか。もちろんこっち優先よ。世界のトップがこんなくだらないことで争うなんて面白すぎるわ。そうと決まれば回戦の準備だ。マキ、号令を頼む。よっ、せーの、回戦。もういいか。いつの間にやら誰もいないな。さては何か。東郷、東郷、少しいいですか。セーラ、一つ聞きたいことがあるんだが。それは私とのお茶の後でも構いませんか。お茶？会議の後ですし、喉が渇いたかと思って、アフタヌーンティーの準備をしたんです。温泉でか。はい、何か変でしたか。いや、俺も喉が渇いたし、君からの誘いだ。喜んで受けよう。なら、どう
ぞこちらに。ほう、座椅子の前に用意される本格ティーセットか。これもまたいい感じだな。紅茶は惑星ロンドンから取り寄せたロイヤルアールグレイ。デザートにはイチゴとラズベリーのトライフルを用意しました。ふーん、一番手はセイラか。意外と行動が早いのね。はぁ、美味しそうなケーキ。いい香り。敵も本気だな。さて、お手並みを拝見するか。ワクワク、ワクワク、ワクワク、ワクワク。お前ら、本気で楽しんでるだろう。バラが好きなんだな。え？あ、カップやお皿の絵のことですか？そうですね、好きです。あ、よく似合う。似合う、似合うかどうかは分かりませんけど、昔お母様が作ったバラ園の隅をお借りして、自分でもバラを育てているんです。セイラが育てたバラか。さぞ美しいんだろうな。ま、嬉しいではありません。さ、さ、紅茶をどうぞ。美味しいですか？あ、とても。その茶葉も私が店を巡って、いつか東郷とこうしてお茶をする機会があればと。いつもは勇気がなくて誘うことができませんでしたが、今日は勇気を出したと。ええ、ですから私と温泉。お返しに日本のグリーンティーをどうぞ。ありがとうございます。少し苦いですね。しかしこれが実にこのせんべいに合う。本当です、硬いのに美味しい。あれ、セイラなんか完全に飲まれてない？いいなあ、私もお腹が空いてきました。あ、いけません、だんだん目的から外れて。状況は厳しいわね。ですからそのしかし、こうして向かい合っているとやはりセーラーは美しい。そんな東郷は意地悪です。そのような言葉。ありがとうございます。あ、すまん、キャロルから呼び出した。この続きはまた次の機会にしよう。うまい紅茶をありがとう。あら、東郷？行ってしまいました。はい、時間切れ。そんなっていうかさ、ちょっと慎み深すぎるんじゃないか。え、相手は東郷だぞ。もじもじしてたら気長に待たれる。短期決戦には向かない手だったな。そうそう、もっと大胆になってもいいのに。大胆にですか？しかしやはりどんな時でもまずは言葉で話し合わなくては。東郷は大胆でエッチな女の子も大好きだと言っていました。そんなできません、できません。ニヤニヤしちゃって。わかったわ、実は一番エッチなのはセイラね。そんなことはありません。では次は日本代表として、私帝が東郷をメロメロにしちゃいます。先生失敗ね。うん、しかし旅館で食べるデザートというのもおつなものだったな。今度は秋山を銀座で並ばせてみよう。東郷、こっちです、こっち。おや、帝ちゃん、今日も可愛らしい。わあ、東郷に褒められました。じゃあ、ありません。東郷、今日が何の日かわかりますか？今日ですか？
女の子の誕生日、初エッチ記念日は全て記憶しているし、何でしょう。コウさんです。今日はミカドちゃんの萌え萌えメイドの日、出張版です。素晴らしい日だ。今すぐ国民に広めましょう。今さっき決めました。えへん。しかし変身用の特製ほうきは御所にあるのでは。あ、今から取りに戻りましょうか。ふふふ、そこは抜かりはありませんよ。じゃじゃーん、にょかんちゃんのエプロンを借りてきました。着物にエプロン、いつ見てもそそられますな。さあ東郷、何か困ったことはありませんか。私が何でも解決してあげます。今日の私はマジカルメイドミカドちゃんなんです。愛と勇気でパパラパーです。あ、ん？東郷、マフラーが曲がっていますよ。少しかがんでください。こうですか。いつも完璧な東郷が珍しい。はい、治りました。ありがとうございます。なんなのこの雰囲気、最悪。なんだか入り込めない空気を感じます。さすがにこれはちょこっと分が悪そうね。ええー、大したことじゃない。マフラー直しくらい私にだって。こうしているとまるでラブラブな新婚さんみたいですね。お食事ですか、お風呂ですか、それとも私なんて。私ったら大胆です。あら、東郷が消えてしまいました。あ、本当だ。なんだなんだ、おい東郷、どこ行ったんだ東郷。いった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 。ああ、突然頭を殴られたかと思えば、次は目隠しをされてどこかに運ばれている。一体全体どうなって。あ、いたたたたた。まごまごしているミカドがいけないのよ。あ、よくかすめ取られるところだった。うん、そう、そのまま浴室に運んで。その声はカテーリン。どうしたんだ、俺を容赦なくすまきにして。あなたは今私の同志6人にエッホエッホと運ばれている、わかるわね。美少女の罠にはまるのは構わんが、男にベタベタ触られるのは耐えられん。その6人だけじゃないわ、温泉とかいう浴室まであなたはリレーされていくの。縛られ自由を奪われたあなたはもうバケツのように運ばれるしかない。新手の拷問か。名付けてソビエトの赤い道、レッドカーペット作戦。もはや逃げる手立てはないわ。これは絶体絶命のピンチだ。あのね、そんなことより言うべきセリフがあるでしょ。さっぱり思いつかん。ジャパニーズお風呂に一緒に入りたい女の子がいるんじゃない。その子はいつも白い髪で紫の服を着ているはず。見当もつか、話してくれ。速度を上げて、これはソビエトの団結力をかけた戦線よ。なるほど。誰に許しを請えばいいか分かった。知らない場所に来て寂しかったんだな。え、しかし甘えたいならこんな手段を取らなくてもいいんだぞ。ちょっと何勘違いしてるのよ。私はただおいで、カテーリン、なでなでしてやろう。絶対嫌。嫌だけど、何を。痛くしたら殺すんだから。はあ、よし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 。ふにゃ、どこの手。髪がサラサラだ。バカ、黙って撫でなさいよね。あったかくて眠くなるじゃない。と隙を作ったところで、ヒギ縄抜け。大人のアプローチはまだ君には早かったようだな。
逃げられた。追って、追いなさい。微笑ましいですね。しかし浴室までびっちりと人員を配置するとは本気だな、カテーリン。違うわよ。私は負けるのが嫌いなだけ。素直じゃないわね。ま、私も人のことは言えないけど。うるさいうるさいうるさい。次はようやく私の番か。何？何何？宿全体が振動している。ふにゃどいつもやり方がぬるい。この勝負私の勝ちだな。これは何事ですか。どうだ、これがドクツの技術力だ。東郷が他の女の子のところに行かないようにルートを予測して宿自体を変形させ自分への道を作っているですって。ほう、わかるか、この圧倒的な力が。力に頼るなんて幼稚なやり方。よっぽど自分の魅力に自信がないのかしら。いえ、カテーリンさんも同じようなことを。わ、す、て、た。すごい、ミキミキいける。壁バニン、よかとくんだよ。土で作られた壁をこんなにも美しく切断し自在に組み替えるなんて、それってすごいな。ええ、ここは危険です。マキちゃんは私のところへ。うん、ありがとう。あ、かわいい。安心しろ、お前らに被害が及ばないようプログラムはすでに実装済みだ。無駄に高性能ね。あのこれって他のお部屋のお客さんはどうなっているんでしょうか。知らん。いつの世も時代の波に乗り遅れた者は淘汰される定めなのだ。それについては同感だけど、その自信後で後悔するわよ。試してみるか。力より思想が人を導くということ、教えてあげる。いえ、カテーリンさん、先ほど思いっきり力で。過去は振り返らない。皆さん大変なことになっているのでは。救護班、救護班を呼んでください。来い、カテーリン、決着をつけるとしよう。うん、いいでしょう。総員かかれ、作戦変更。ここ一帯を赤市の海に沈めて。それはやりすぎじゃない。皆さんダメですよ、仲良くしましょう。お、みんなここにいたのか。キャラル、要はなんだ。探したぞ。え、いや、それどころじゃないでしょう。来た、ターゲット確認、10秒以内に確保。行きなさい、100人の同志。ついつい途中で中井さんと長話をしてしまったな。この宿の温泉の美肌効果を直に確かめていたところだ。つゆぽんって知らば慣れしてればよね、ほんと。だろう、女性というものはいついかなる時も可愛い。東郷が100人の男たちに押しつぶされて。これはさすがに。お嬢さん大丈夫？大丈夫。大丈夫だが。捕らえた。これぞ秘密兵器、床型トラバサミ。一度ハマれば二度と逃れることは叶わん。意外と原始的なんですね。素敵です。笑い事じゃないくらい体操。どうしごと挟んで持ち上げるつもりね。はあ、そして私の前に UFO キャッチャー状態で差し出すようにプログラムしている。状況は不利、しかし打開策は必ずあるはず。どうかな、いざとなればこの宿を戦艦に変形させて東郷をさらってもいいんだぞ。そんなことをすれば他のお客さんたちが道連れに空を舞うことになります。もう許せません。こうなったら私も騎士として。こりゃ私も兵器出さないとやばいかな。やれやれ、暇を持て余して俺で遊んでいるというわけか。元気いっぱいでいいな。実感、これは戦争なのだ。威信をかけた戦いなのだ。そうか、俺は別にじゃんじゃんやってもらって構わんぞ。え、
暴れれば暴れるほどみんなの浴衣がはだけて目の保養になる。見るな浴衣は慣れていないとすぐ乱れちゃうんですよね、東郷。ええ、特にアドルフ、君の格好はこうして真下から見上げていると実に刺激的な光景だ。え？もしかして下着をつけていないのか？だって着物の下には何もつけないのが正しいんだって。うわー！バカー！うわー！どうかしましたか？赤く点滅するランプ、嫌な予感。自爆スイッチをした！逃げろ！どうしてそういうお約束やるかな？逃げるってどこまで？おお、すごい眺めだ。温泉は最高だな。いいから全員逃げろ！全員無事か？怪我をした人間はいないな。東郷、私たち全員をかばってくれたんですね。失敗した。私はダメな人間だ。全員生きてる。一人で6人をかばうのは無理かと思ったが、やってみればできるものだな。普通はできないと思うけど。さっきの東郷はすごかったですよ。いきなりトラバサミをスルンと抜けて、まるで一人だけワープしてるみたいに。残党がいっぱい見えたよ。お父さんかっこいい。女の子のことに関してだけは化け物ね。どうも。褒めてないから。ちなみに他の客は全員ダグラスが避難させたそうだ。あいつの識力は高い。心配はいらないぞ。わし、すごい。そっか、じゃあみんな無事なんだ。理論も行動も全て計算通りでうまくいくと思ったのに。よしよし、ほら飴あげるから。ペロペロキャンディ好きでしょ？お前、二度とあんなことをしてはいけませんよ。目です。ごめん。はい、ハンカチで涙を拭いてください。ありがとう。うわ、鼻かんだわよ、この子。みんな、泥だらけになっちゃいましたね。どうしましょう、これ。ここは温泉だ。汚れは洗い流せばいい。みんなで風呂に入らないか？あ、言われちゃった。わー、すっごく広いね。あ、気をつけてください。水辺は滑ることもあると聞きました。うん、セーラーさん、お肌染め染め。そうですか。マキちゃんだってフニフニですよ。いやー、恥ずかしい、元気。エッチ、いつの間にか、もう夜。でもこの方がいい雰囲気かも。なあ、カテリン、このタオル邪魔じゃないか？日本の温泉ではタオルを湯につけるのはマナー違反だと聞いたことが。じゃあ取ればいいじゃない。東郷に裸見られちゃうけど。歓迎する。それは、困る。ええー、構わん！タオルのまま入る！熱い！わー！見てください！桜です！桜が満開になってます！わー、綺麗。桜？ああ、これが日本の。私たちの国では、
散りゆく桜に様々な思いを重ねる習慣があります。それは争いで失ったものを、気持ちを忘れず次の時代へつないでいく決意。なるほど、独特な考えだけどなんとなくわかるかも。なんだっけこういうの、風流？風流？うん、風流ね。と言いますか、自然に一緒にお風呂に入っている東郷はいいのでしょうか。今さら気にしてどうする。どうせ誘うつもりだったんだ、そこら辺に浸からせておけ。そうだったのか、ならそう言ってくれれば。言いました。あれだけやって全然通じていなかったとは。バカみたい。でもすっごく楽しかったです。そうね、フェスティバルみたいで、こういうのもたまにはいいかな。俺は毎日でも付き合うぞ。ああ、これじゃ仕方ない、一時休戦とするか。うん、実にいいですな、美女6人が揃い踏み、世界平和といった感じで。あ、そうだ、誰が強ぽんの背中を流すかでもう一戦やるっていうのはもう結構だ。また来年もその次の年もこうして皆さんと一緒に桜が見られるといいですね。そうね、まだまだこれから先は長いんだから、これからがお楽しみというか、まず宿への賠償からだな。